こんにちは。皆さん、平休みという漫画はご存知でしょうか。東京都杉並区の阿佐ヶ谷が舞台の現在乗りに乗ってる漫画です。実は何を隠そう、この僕も阿佐ヶ谷に現在住んでおりまして、非常にこの漫画楽しく読ませていただいております。彼女がこの平休みという漫画にハマっていて、最近借りて僕も読み始めたばっかなんですけど、この漫画と僕の共通点が多すぎて、これはもう僕の漫画なんじゃないかと思ってしまいました。勘違いも甚だしいですが、今日の動画は阿佐ヶ谷在住の僕による阿佐ヶ谷散歩動画です。ちょうど今阿佐ヶ谷では七夕祭りという夏のイベントも行われているので、ちょっとまずはそちらに行きたいと思います。七夕祭りということで、駅と商店街がこんな感じでカラフルに七夕っぽく装飾されています。ちなみになぜ七夕なのに8月開催かというと、8月は暑くて商店街の人通りが減ってしまうため、商店街の活性化を目的としてこの時期にやるらしいです。こんな感じでアーケードの中もかなり手が込んでますよね。平休みの話に戻るんですけど、主人公は現在フリーターで阿佐ヶ谷の釣り堀でアルバイトとして働いています。でまず無職ってことで今の僕と重なる点があって、で作中でアクアパッツァを作るシーンがあるんですけど、いやもう最近僕もアクアパッツァ作ったぞと、うわもう運命だと、なんかすごい嬉しいですね。で阿佐ヶ谷はね、本当にまだ住んで半年も経ってないぐらいだと思いますけど、本当にねいい街ですね。中央線沿いでまず新宿まで8分で着きます。その利便性の良さで、中央線沿いで隣の高円寺と比べると、まあ、高円寺は僕古着好きなんでよく高円寺の古着屋に買いに行くんですけど、まあ、見るとね買いたくなっちゃうんで、あんま毎日通る場所に古着屋さんあってほしくないんですよね。あと若者がやっぱ高円寺多いので、ちょっとギラギラしたのが苦手な人は阿佐ヶ谷とかの方がいいかもしれません。で荻窪はねちょっとあんま行かないのでよくわかんないんですよね。またこれから、まあ、これも隣の駅なんで開拓していきたいと思います。阿佐ヶ谷はもう本当にあの例のピンクの姉妹みたいな、もう本当にあのまんまの雰囲気で、すごい治安はいいですね。いただきます、うん、どうやって食べればいいんでしょうこれ。はい、あ、全然硬くて噛み切れないねこれ。食べれない、マジで食べれないねこれ。うん、ちょっとずつで食べれてました。今度はサイゼリアに来ました。商店街のサイゼリアもね平休みに出てくるんですけど、漫画によるとサイゼリアの窓から見る七夕祭りは最高らしいので、僕も見てきました。確かにね、上から見るとより商店街の賑やかな感じが伝わっていいですね。そして漫画同様エスカルゴを食べました。ちょっと目の前の席にいたイケイケ男子高校生たちにチックをからかわれないかちょっと怖かったですね。いや、未だにねそういうワイワイ系はちょっと苦手ですね僕。で次に来たのが平休みの主人公のバイト先である釣り堀です。ここは金魚と鯉の釣り堀なんですけど、もうまんま漫画と同じ場所なんですよね。店主の人にも平休みから来ましたってちゃんと流入経路を言っておきましたね。